ちらまたあの今度は洋画っていう感じで、ね、洋画ですね、はい、ちょっと気になってるんですけど、こちらにまたこちらもご紹介いただけますか、うん、こちらはですね今年のアカデミー賞の、はい、まあどこでアカデミー賞のもちろん作品賞とかにもこうノミネートされたんですが、今回この主演の主演男優賞と脚本賞を受賞されている注目作品ですね、傑作です。非常に、暗い ちょっとやっぱ暗い、はい、題材はすごく暗いんですけれど、そのやっぱり家族と兄弟のその兄弟愛を描いているので、非常にあのなんていうか染み入る作品ですので、ぜひちょっと劇場で見ていただきたいと思います。で県内は当館だけなんで、ああそうなんですか、はい、非常にいいですよ。いや映画っていろいろあるんだけど、やっぱりこのジーンってくるとかね、こう悲しさとか、はい、そういったものを、入ってくるって、あのジーンってくる映画っていうのもまたそれはそれでね、そうですね、やっぱり自分にもそういった時あるじゃないですか、はいはいはい、そうですね、心のこうちょっと一切や、ね、なんか痛みを映画でこう浄化していくような、そういう共有できる場合もあるだろうし、そうですね、そういうなんかその作品もまさにぴったりというか、そういった悲しみとかね、はい、そういったものも、うん、あの時にはこう洗い流してくれっていうのは素晴らしいかもしれませんね、はい、ぜひおすすめです。6月17日からの上映、はい、どうぞよろしくお願いします。じゃあこちらも、はい、あの気になったんで、まずはじゃあ私見させていただきます、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。